ルバイトチャンネル。はい、アルバイトチャンネル山本です。桜木美鈴です。今回のゲストはカラオケバンマンでアルバイトをされていた水木さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。カラオケバンバンってごめんなさい、正直僕そんなに詳しくなかったんですけど、はい、結構大手なんですよね。大手ですね。店舗数は全国にも多いと思います。そうなんだ。はい、見たことある？見たことないです。見たことある？見たことあります。見たことある、はい、あ、そっかそっかそっか。バンバンって他のカラオケと比べて何か違うとかってあるんですか？自分が働いてた早稲田店はダーツとバーが一緒にあって、バーでも飲めるしダーツもできるしカラオケもできるしっていう感じになってました。そうですね。プラスしてそのめちゃくちゃ料金設定が安いっていう点があるんですよ。いくらなんですか？30分で150円です。ほう、他のカラオケ店と比べて安いってことは、はい、人件費を削って、はい、アルバイトの給料が安くてみたいな感じなんですか？いや、そんなことは決してなくて、ほうほう、まあ、他のカラオケ店と人件費っていう部分では多分同じだと思うんですけど、はいはい、でも居抜き物件って言って元あったその厨房とかの設備をそのまま利用するっていうことで、多分ダーツとかバーがなるほど居抜きでついてた。あ、そうです、ついてたの、それを利用したっていう。そう、めちゃめちゃ真面目な経営努力の結果安くなってるってことなんですね。あ、そういうこと。申し訳ないです、人件費つってんでしょとかって言ってバンバンの業務内容は普通に一般的なカラオケ店とあんま変わんないですか？はい、そうですね、レジの業務と清掃業務とフードドリンクを作って出すっていうのが主な。なんか大変なこととかってありました？前カラオケ歌広場の方かなに来ていただいた時はドリンクをめちゃめちゃ持って運ばないといけなくて、はい、かつ従業員はエレベーター使っちゃダメみたいなのがルールがあったとかで、はい、肉体労働だみたいなこと言ってたんですけど、はい、バンバンはそれどうなんですか？自分たちの店舗まさにそうで、どこもそうなんだ。そうですね、5階建てになってたので階段を登ってドリンクを持っていく時はすごい大変でしたね。使っちゃダメなんですか本当に？そうですね、使っちゃダメですね。でアルコールを頼まれた時が作って出さなきゃいけないので、ドリンクバーだと各階に割と設置してあるのですごい楽なんですけど、わアルコール来たってなって、うわすごいこう持って、あでもついてました、あげる、あそれはついてますね。なるほど。でもそれはあれですよね、居抜き物件なんでついてるかどうか分かんないってことですよね。はい、だから多分店舗によっては全然ついてないところとかもあるかなって思います。うわでも共通してあるルールとしては階段仕様ってことなんですよね。階段仕様です。カラオケとか若い時に一杯バーン飲んだら次またみたいな、次10杯持ってきてみたいなやるじゃないですか。そうですね、それに巻き込まれると超大変ってことですよね。いやめちゃくちゃ大変ですね。飲めやって言われる時もありますし、歌ってやとか、はいはいはい、そういうのを避けたい場合は何時に入ればいいんですか？やっぱり深夜の時間帯に入らないっていうのが一番ですね。やっぱり10時以降、一番混むのが10時以降とかって感じですか？めんどくさいのが10時以降。めんどくさいのが10時以降です、ね、はいはい。一番忙しいのはどのくらいなんですか？5時の夕方の学生の語源とか予言が終わった後から夜にかけてが忙しいから。なるほど。じゃあだらだら働きたかったら昼が狙い目。昼が狙い目ですね。時給は変わんないですか？時給1000円で、元々が1000円で、元々が1000円で、10時以降から朝5時までが1250円。ああ、25% オフ。はい。自分の場合は深夜に入ってお酒を飲む人が来ないことを願ってました。絶対来ますよね。そういや、でも来ない時も意外とあって、来ない時もあるんですね。早稲田駅の近くだったので、はあはあ、高田馬駅だと多分多かったと思うんですけど、飲み屋があんまりないので、あんまり来なかった。店選びじゃあ結構大事ですね。なんかバイトしてたらカラオケ料金安くなるとかそういうイベントはあるんですか？ありました。 50% オフか。へえ、はい、じゃあグループで利用するときに使って OK？ 使って OK でした。なんかでも OK です、バイトだったら。友達に欲しい友達に欲しい、そこはすごいお得ですよ、ね、めちゃくちゃお得でした。他なんか働いててよかったなってことあります？掃除をしたときに1曲ぐらいだったら歌えたってカラオケ自分結構好きだったので、なるほど、掃除をしに行って1曲歌って掃除から帰ってくる。あ、そうです。歌好きなんですか？カラオケでバイトする人って。いや、あんまりそういうわけでもない。あんまりそういうわけではなかったですね。まあ、楽な点がすごい良かった。あ、楽なんですか？はい、すごい楽でしたね。ピーク時間だけがしんどい。しんどかっただけで。けど他のタイミングでは結構楽っちゃ楽。そうですね、結構やっぱりドリンクバーもただ設置されてるので、まあ、あとは清掃に行くレジをするだけの業務がほとんどになるので、うんうんうん、そう思うとやることは少ないんですかね。少なかったですね、うん、ドリンクとか持ってくときに盛り上がってるところに入ってくの気まずくないですかって、うん、どうなんですかその辺。確かに最初のうちは歌い終わってから入るとか、はいはいはい、まあ、やってたんですけど、そんなことやってたらやっぱり業務に支障が出るのでなるほど、もう、はいはいはい、気にせずもうドドンって入っていって、その提供していたしますって言って、はい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 、受けていくようになりました。ちなみにそれ関連の質問でいくと、はい、ドドンってやってガチャって開けてめっちゃイチャイチャしたらどうするんですか？その時はうちの店舗はガラス張りだったので、うん、中がもう
丸見えの状態だったので、しっかり中を確認して入るようにはしてました。なるほど。チャンチャンしてる人いるんですか？でもやっぱりガラス張りだったので意外と少なくて、3年働いた友人がいたんですけど、その人でも 1,2 回見ただけで。チャンチャンいる。いるでしょ。これまた歌広場の話を出すんですけど、はい、監視カメラはないみたいな。あ、でもカラオケ個室すりガラスみたいな、はい、おおみたいな話でこう盛り上がったんですけど、バンバンはそもそもガラス張り丸見え、ガラス張り丸見えです。監視カメラはない。監視カメラはそれはないないけど丸見えっていうのはまあリスクですよね。そうですね、うん、リスクですね。バンバンでバイトしてて辛かったこととかってあります？アルコールのものをこう作って提供するっていうのが、はい、まあ辛かったことと、フードのオーダーがやっぱりアルコールと同時に入ることも結構多くて、酔ったらおじさんがパフェを食べ出すみたいな結構あって、パフェがめちゃくちゃ作るのが結構大変だったので、はい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 、でそれがまあ大変でしたね。そういう料理系って結構バイトがもう作って持ってくるんですか？そうですね、そのパフェ以外は結構簡単なんですけども、レンジでチンしてとか、はいはいはい、あとはフライヤーですぐ揚げてとかで、パフェだけがちょっとめんどくさかったですそれぐらいですね。カラオケ店で人間関係ってどうなんですか？若い人が多いからやっぱ仲いいとかあるんですかね？そうですね、バイト終わりに飲みに行くとかも結構ありました。でも人にじゃあおすすめするなら100点満点のぐらいですか？100点。おー、超おすすめですね。おすすめですね。まあ確かに、でも辛いことなんですかって聞いたらパフェの話が出てくるみたいな本当に辛くないんだろうなって、はい、階段使わないといけないとかあるにしろ、ね、そこまでではってことですよね。そこまでではなかったですね。わかりました。まあバンバンすごいいいバイトだそうなので、ぜひ検索して応募してみてください。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アルバイトチャンネルでは視聴者皆さんにアルバイト辞典をプレゼントしています。バイト探しに役立つ情報が盛りだくさん。またアルバイトチャンネルの出演者も募集しています。詳しくは概要欄をチェック。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。またね。みすゞの一言。私はフォーロックしか歌いません。